先週から参戦させていただいております、熱い予想家さんたちが集まるサイト、馬券の味方ですけれども、参戦第1週にして、連帯率1位をゲットすることができました。引き続きキープしていきたいと思いますので、概要欄の方にリンクがございますので、ぜひぜひ遊びに行ってください。無料登録すると皆さんの本命馬とお宝馬を見ることができます。勝ち馬は関西馬が10勝して2着が9回。もともとは G2 レースでしたので、関東馬が無理して遠征してくることもあまりなく、関東馬が勝ったのは21世紀に入ってからなんとゼロ。関東馬が一番人気になったのも、過去10年では昨年のスターズオンアースと一昨年のエフフォーリアだけということで、関西馬が相当幅を利かせていました。今年はローシャンパークにタスティエーラと関東馬にも最大級のチャンスが訪れたと言ってもいいのかもしれません。また、ジョッキーに関しましても同じで、美穂所属で馬券に絡んだジョッキーは、吉田隼人騎手と横山紀弘騎手、横山勝夫騎手だけしかおらず、こちらも立東所属騎手が相当幅を利かせています。また、4歳馬が4勝して2着が4回、5歳馬も6勝して2着4回と、譲らない構図となっています。その一方で、6歳以上が連帯できたのが、2017年のステファノスのみで、比率としては馬券圏内の9割が4歳馬や5歳馬が馬券圏内に来ており、迷ったら若い馬をチョイスするのがいいのかもしれません。そして、枠番別の成績ですが、意外と1枠と2枠の成績が悪く、里のダイヤモンドやラブリーデーといった G1 馬でも苦戦していました。一方で、外枠の成績がいいようにも見えますが、これは実はまやかしで、8枠は8枠でも8枠11番ですとか G1 になる前まではフルゲート割れを随分起こしていて、頭数が揃わないがために馬番が10番前後の馬でも外枠になってしまうということの影響が大いにあるようです。ですので枠が外だからといって必ずしも構想しているわけではありませんので、気をつけておきたいところです。そして前走有馬記念やジャパンカップなどの高賞金の G1 ですとか、京都記念や中山記念などの距離帯の近い G2 組がこのレースでは活躍しています。これは馬券に絡んだ馬の9割以上が前走 G2 ないし G1 からここで馬券に来ていますので、前走 G3 の愛知杯組のミッキーゴージャスですとかリステッド組のステラベローチェにとっては嫌なデータとなりました。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着2回、副賞率はいい方なんですけれども5連敗中です。一方で2番人気が4勝して2着1回と、2022年以外は1番人気か2番人気のどちらかが馬券圏内に来ています。一方で2019年にアルアインが9番人気で勝ったものの、今のところ2桁人気は昨年のダノンザキッドの1頭だけしか来ていません。直近で馬券に絡んだのもなんと26年以上前のタイキブリザードが勝った年まで2桁人気の馬券圏内はなしということで、2桁人気馬はかなり厳しいようです。馬連の10倍割れは2回あり、3連複の10倍割れはなし。一方で3連複の万馬券は2回で、3連単の10万馬券オーバーも2回ということで、1番人気2番人気が基本的にどちらかが必ず馬券圏内に来ているのと、馬券に絡んだ30頭中7割近くの20頭が4番人気以上ということなだけに、当てやすそうなレースなんですけれども、後輩等の要素がやや欠けているような傾向となっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はタスティエーラです。前走の有馬記念は直線他の馬との間に挟まれて行き場をなくしてしまいました。この馬はダービー以降もそうですけれども、長期休養を置いてぶっつけ本番でも特に大きくパフォーマンスを落とさずに能力を発揮できるというのは大きなプラス要素ですし、有馬記念以来というのも北サンブラックですとか奇跡など十分に馬券圏内に来れています。4歳世代は小馬 G1 でなかなか結果を出していませんけれども、有馬記念上位のドーデュースにスターズオンアース、ジャスティンパレスと軒並みドバイ遠征をしていますので、その間をつくということを考えれば4歳馬にとっては大チャンス。喉の症状や反応が鈍いという面でまだまだ完全体ではないんですけれども、小回り適性を含めての本命馬としています。
そして対抗はプラダリア。前走の京都記念はバビットを追い抜いてもう確証モードに入ったと思いきや、直後からベラジオペアが突っ込んできて合わせるような形になりましたけれども、そこからもう一伸びを見せてまた突き放すという2段階のエンジンが点火したような形となって勝ち切りました。この勝利でだいぶ陣営としては手応えを感じたようで、これでまた G1 に挑めると、 G1 の壁を乗り越えられるという感触を得たというレースでした。さらにはパーフェクトな調整過程というぐらいこの中間は順調に来ましたので、この人気にも納得なんですけれども、大抵や馬柱ストライドを見てもどう考えてももう少し長めの距離の方が向いていそうに見えますので、この 2000m という距離というのがネックになりそうです。持ち前の先行力でクリアできればここは大いに期待できるような気がしています。そして3番手はベラジオオペラ。前走の京都記念は先ほどのプラダリアに伸び負けしましたけれども、そもそもこの馬の初タイトルは 2000m 戦で、それも同じ阪神の 2000m 戦ということで、コース適正では逆転の余地は十分にあるといったところです。この中間もここに向けて順調に調整を進めてきており、菊花賞をパスした時点で目標はこの舞台と調教師が話す通り、ここは明治の仕上げでやってきています。こちらも4歳とはいえ、ボッキリーニですとかプラダリアと差のない競馬をやってきたわけですから、この舞台での力量も十分、望み通りの真ん中あたりの枠も手に入れましたので、人気馬にはなっておりますけれども、抑えておきたい一頭です。以下きちんと重賞で実績を上げている馬たちを中心に上げていきたいと思っていますけれども、最近重賞を初めて勝った馬でいうとミッキーゴージャスにリカンかぶるといったところなんですけれども、まだ G1 という点ではややハードルが高いのではないかと思いまして、ここは泣く泣く見送ることにしました。それでは解明です。タスティエラからの3連複です。ドバイで連続して万馬券を取ったんで、なんだかお腹いっぱいと行きたいところなんですけれども、先週は高松の宮記念で6番人気のマットクールが1着だったにもかかわらず3連複を逃しましたので、今回は3連複を取り直ししてやろうと思います。人気が割れていますので、オッズが著しく下がることもないかと思いますので、基本的に均等で買いたいと思っております。以上、大阪杯の予想でした。今週はブログにおいては日曜日の午前中のレースと中山メインのミホステークスの予想をアップする予定です。 URL は説明欄の方にございますので、そちらの方もお越しください。また先週初参戦で連帯率第1位をゲットしました馬券の味方サイトですけれども、こちらの方も熱い予想家さんたちが大集合しておりますので、登録も無料になりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてドバイシーマクラシックでは3連複 185.7 倍をゲットしましたオンラインサロンの方ですけれども、こちらも平場特別競争の直前情報並びに G1 限定情報を配信中です。またチャンネルメンバーシップですけれども、今週は大阪杯の G1 限定情報を配信予定ですので、そちらの方もリンクは概要欄にございます。チェックしてみてください。それでは次回は桜花賞の展望動画になります。そちらの方でまたお会いしましょう。